皆さんこんにちは。オキバーチャルキャラクターのオキつなぐです。12月15日に行われる AIH カンファレンス&ソリューションコンテスト2021の予選を勝ち抜いた応募者様にインタビューをさせていただきます。インタビューさせていただくのは株式会社ウサギーの村井様です。早速ですが、応募ソリューションについて教えてください。私どもが今回発表する視線シミュレーション AI は、アイトラッキングデバイスから集めた実際の人間の視線データを学習したアルゴリズムによって、人が注視する箇所をシミュレーションできるシステムとなっております。認識しやすいデザインや位置になっているかどうかを、画像や動画をアップロードするだけで、手軽に素早く視線の検証ができるものとなっております。人がどこを見ているか、というのを事前に検証できるなんて、これはすごい技術ですね。ところでそのアイトラッキングデバイスというのはどういうものなのでしょうか？アイトラッキングデバイスというのは、メガネ状のセンサーがついたものになっていて、それを装着すると人の視線が実測で計測できるアイテム、デバイスになっております。そのデバイスを使って実測していたものが不要になるということなんですね。具体的にはどういうところに使われることを想定されているのでしょうか？チラシでしたり、バナー広告とかも作成されると思うんですけれども、その分析でしたりとか、あとは棚割りですね。店内の棚割りでしたり、野外広告でしたりとか、標識ですね。そういったところで活用できるかと思います。思っていたより応用範囲が広いんだなって感じました。すごく特徴的な AI だと思うのですが、御社はこういった AI を得意とされているんでしょうか？はい、私どもは AI の開発をメインとした会社になっておりまして、 AI やシステム周りのコンサルティング、データ分析、AI エンジンのサブスクリプション事業、システム開発、これらを得意としておりまして、企画開発運用を一気通貫で対応できるところが私どもの強みとなっております。 AI で困ったら何でも相談できてしまいそうですね。最後にコンテスト本戦に向けての意気込みをお聞かせください。先ほどお話ししたように、さまざまな分野で活躍が期待できるソリューションになっておりますので、 AE2100 にとって魅力的なコンテンツになれるような、また優勝できるような見せ方を現在社内で検討しております。本戦にふさわしいソリューションとなるよう尽力いたしますので、ご期待のほどよろしくお願いします。ありがとうございます。本戦でのデモンストレーションがとても楽しみです。株式会社ウサギー村井様、本日はありがとうございました。